旅するように学ぶ世界遺産へようこそ。今回はこちら、広島平和記念碑原爆ドームです。で、これ日本を代表する世界遺産の一つだと僕は思っているんですけれども、本当に全ての国、全ての人々に見てもらいたいと思う遺産です。では実際にはどんな遺産なのか見ていきたいと思います。川沿いに立つ天井や壁が激しく損傷し、今にも崩れ落ちそうな建物、広島平和記念碑原爆ドームです。1945年8月6日、アメリカ軍によって落とされた人類史上初の原子爆弾の爆風によって、このような姿となりました。地図でその位置を見てみましょう。原爆ドームは中国地方の広島市中心部、元安川沿いに立っています。原爆ドームはかつて広島県産業奨励館という建物でした。1915年に建てられた楕円形のドームと曲面を持つ壁が特徴的な建物で、ヤン・レツルというチェコ人の建築家によって設計されました。産業奨励館は爆心地に近かったため、真上から爆風を受け、奇跡的にドームや建物の骨組みは残りました。広島市民の間では、悲惨な記憶を思い出させるものとして、産業奨励館の廃墟の取り壊しを求める声も多くありましたが、核兵器の恐怖を後世に伝える象徴として永久保存されることになりました。そして平和記念碑として1996年に世界遺産に登録されました。さて、ここで問題です。広島平和記念碑原爆ドームで認められている世界遺産の登録基準は何でしょうか。次の4つの選択肢から正しいものを選んでください。正解は3番の登録基準6です。で、この登録基準の6は現在他の基準と合わせて用いられることが望ましいという一文が括弧書きで加えられています。で、この一文が加えられるきっかけになったものの大きな理由は、この広島平和記念碑の世界遺産登録での議論でした。登録基準6番っていうのは、出来事や伝統、芸術などと関係する遺産で認められる登録基準です。ただこの出来事や伝統っていうのは、どの文化遺産にも当てはめることが可能ですよね。なので、この他の基準と合わせて用いられることが望ましいっていうことが書かれているんですが、もともとこれ1996年の審議の時に、特別な事情がある場合、または他の文化遺産もしくは自然遺産の登録基準に当てはまる場合っていうの理由で、登録することができるものでした。それが1996年の広島平和記念碑の、審議の中で、このまたはではなくて、およびに変わります。で、これどうなったかっていうと、この特別な事情があるときだけでも登録できていたものが、および他の基準にも当てはめてくださいねとなったので、この登録基準6のみでの登録ができなくなった。それがこの広島平和記念碑の時の大きな変更だったんですね。それがさらに2005年に現在の他の基準と合わせて用いられることが望ましいというものになりました。この広島平和記念碑っていうのは負の遺産というふうに考えられることも多い。原爆が落とされて、このその瞬間だけでなくて何十年もの間人々を苦しめ続けるっていう人道にもとる行為であったということで、負の遺産と考えられることが多いんですが、世界遺産としては負の遺産、負の側面ではなくて、この原爆ドームをもとに人々は二度とこういったことを起こさないような平和の世界を作ろうという活動を行ったっていう、平和のための遺産として登録されているんですね。なので、負の遺産と見られるし、負の側面を持っているものなんですが、遺産の価値としては未来に対する提言というか、ポジティブな意味を持った遺産になっているというのが大きな特徴だと思います。